なんか目乾燥しすぎてどうしちゃったんだ。なんかうるうるしてるよね。確かに2日間連続ですね。何も気にしてなかった。そう、インスタ更新しました。みんないいねとコメントよろしくお願いします。あれはコンサート終わった次の日の写真です。次の日に行った写真ですね。だから髪色がまだ綺麗な時期ですね。あれはほぼオフです。オフの写真です。ね、目なんか乾燥してるんですけど、やだよ。そう、アサイボール食べに行って。私アサイボール好きなんですよ。で、福岡って本当にないから、東京行った時に絶対一つは食べようって心がけてて、行ったんですけど、この間行った時に食べれなかったアサイボール屋さんに行って、今回はすぐ入れたので食べに行きました。前の時やっぱりゴールデンウィークだったから食べれなかったのかなーっていう。アサイボール何の味？ベリー系？何の味って言われたら難しいけど、でも酸味があるやつとか甘いやつとか結構いろんな種類あるんですよ。ベリーの種類ですよね。ココナッツ入ってないやつもありますよ。でも私はココナッツ入ってるのが好き。ザビーっていうアサイボール屋さんが私は一番好きなんですけど、表参道にあって、東京住みの方はぜひ行ってみてください。でもすごい並んでるし、女の子しかいないけど本当に美味しい。並んだ甲斐があるぐらい美味しい。ガルアワに出させていただいた時に、そのザビーが ケータリングにあったんですよ。で、それを食べたらもう感動しちゃって、美味しすぎて、何この味と思って、でハマりました。食べに行ってみて。でも本当にね、混んでる、並んでるんですよ。そう、前夜の時行ってみようかな。行ってみて。でも並んでる、本当にすごい、とっても並んでます。早めに行った方がいいかもしれない。髪色はなんてオーダーしたんですか？髪色は写真を見せました。こんな色がいいですって。そしたら本当にそれ通りにさしてくださって、
綺麗な色ですね。とってもありがたいです。でもだんだん黒くなってきた。なんかね、絶対ウィッグは嫌だったんです。私なんか蒸れたくなくて頭だから染めちゃえと思って染めました。前髪伸ばしてない。あのね、染めたらね前髪がね長くてもいけるし、前髪が減りました色が薄くなったからかな、前髪が減ったんですよ。し前髪がぐちゃぐちゃでも前髪色が薄いから全然気になんないです。そう、多分ちょっと前の色だったらこんな前髪でも絶対耐えられなかったけど、今は全然いけちゃう、いけちゃう感じです。推しメンラストサマーだから金髪。私でもこれ金ではないんだよね。アイチーとかの前のやつが金な感じするけど、これ金じゃないからどうだろう。ハイトインできるチャンスって感じだった。なんかやりたいって言ってた割にはなかなか、いや、やろうかなってずっと思ってたけど、別に意味がない、やる意味がないと自分の中でもなんか納得しないなと思ったから、コンサートだし、しかも東京だし、これはやるしかないかなと思ってやりました。まあ髪ってすぐ伸びるじゃないですか。まあ何年後になるかわかんないけどね、伸びるじゃないですか全部髪って。だからもういいかなと思ってなっちゃったよね。眉毛は自分で脱色して、でも黒髪の時は眉毛はね脱色してた。ちょっと眉毛変えるだけで印象が変わる気がしますね。だからみんなも眉毛染めてみて、垢抜きたい方は。ショールーム見ると明るさ見える。本当？画面越しだからかな。
サーティワン飴食べてない。それ気になるんだよね、欲張りなとかみたいなやつ。ディズニー行きたい。え、サーティワンのやつさ、そう終わったってさ、私もツイッター回ってきてさ、どういうことですか？どういうシステム？なんで終わったの？え、そういうこと？カップが品切れ？そういうこと？それだけ？調べよう。そんなことある？カップって無限にあるもんじゃないの？欲張りなんとか。あ、終了だって。欲張りフェス？そんなことあるの？すごいね。めっちゃあれじゃん、人気じゃん。値段はどうなんだ？値段は550円のトリプルポップを買うと追加のアイスが1個たった100円で最大10個まで選べちゃう。1270円で好きなアイスが10個選び放題。ああ、1個127円というか。なるほどね。でも食べれんのかな、これ全部。私が好きなフレーバーは、いつもポッピングシャワーと、なんか一昨年ぐらいに結構サーティワンを食べる機会があって、その時にいろんなの挑戦したんですよ。でその時に、なんだっけな、あ、なんかコーヒーみたいなやつ食べて美味しかったんだよね。あとチョコミントも初めて食べて美味しかった。でもいつもはポッピングシャワーです。美味しそう。あれも好き。あ、キャラメルリボンも好き。あ、ジャモカアーモンドワッチってやつが好き。美味しかった。ロッキーロードが好きですね。あと、え、結構食べたことあるかもしれない意外と、あ、ラブポーションサーティワンも好きですかな。でも選んでくださいって言われたらポッピングシャワーとキャラメルリボンですかな。
みんなは何味が好きなの？ロッキーロード美味しいよね。食べたことないのあるよ多分。ラブレーザーも食べたことない。意外とダイナポンアツキも食べたことないかもしれない。ナッツトゥーユーは食べたことある。美味しかった。シンプルにバニラとか食べたことないのかも。選ばないかもしれない。ストロベリーチーズケーキもないかな。メロンもない。オレンジもない。わかる。そのソーダ系のわかる。なんかね、こってりした濃厚系選んじゃ美味しいから美味しいからって全部美味しいんですけど、アイスサーティーは行くならやっぱそっち系頼んじゃうよね。アイスケーキさ、アイスケーキさ、なんだっけ、私小さい頃に友達の家で、友達の誕生日パーティーみたいなのがあったんですけど、その時に食べて感動して、それっきり食べてないの。だから小学生の頃とかで、この間の誕生日、去年の誕生日の時にも、そのなんだっけ、 MV 撮影があったから、それの時にもらったんですよ。でもらったんだけど、めっちゃ食べる時間じゃなくて、そのスタッフさんが持ってて、次の日あるかなと思ったらなかった。でも写真だけ撮った。だから食べれなかったんだよ。アイスケーキ食べたい。でもあれ絶対一人では食べれないよね。アイスケーキ食べたいな。誰か買ってください。え、今日誕生日なの？おめでとう。素敵な一年にしてください。いいね、誕生日。何をしたのかな。誕生日っていいよね。なんでなんだろう、あんなに一年に一回しかないもんね。あんなにお祝いしてくれるって。そう、キルフェボンの方は食べたんですけど、やっぱアイスのやつは溶けちゃったのかな。だから次の日なくて、誰かが食べたんじゃない。キルフェボンは食べました。キルフェボンも美味しいよね。キルフェボンってなんであんなに美味しいんだろう。私絶対、あ、嘘だな、全部食べれると思うって言おうとしたけど無理だ。
プール偉いね。プール全然行って、全然行ってないというか本当に入ってないわ。好きなプリン、好きなプリンね、こないだあのやっぱ私たちって差し入れをもらう機会がありがたいことに多くてですね、この間の東京の時にもらった差し入れのプリンが本当に美味しくて、どこのだろう、写真撮ってないかな、めっちゃ美味しかったんだよね。あ、あった、プリンじゃないのかな、フロマージュプリンっていう味だったんだよね。ちょっと待って、なんかね、プリンっていうプリンなんだけど、チーズケーキみたいな、あ、アトリエうかい、っていうのが美味しかったです。のフロマージュプリンっていうのが美味しかった。あ、やっぱりチーズ入ってるって、だからあんなにチーズの味したんだ。めっちゃ美味しかった。これも食べてほしいね。本当にコンサートの時は差し入れいっぱいもらえるから嬉しい。何でも嬉しい。一時期セブンのプリンハマってた、2年前ぐらいあのセブンさんとコラボしてた時とかの時に好きで食べてた。プリン美味しいよね。東京行った時食べよう。私濃厚なプリンが好きなんだ。硬いよりとろっとしてるのが好き。ヒントヨーグルト、うわ、今はヨーグルトが好きかもしれない。ヨーグルトはあの固めに作るんですよ。ヨーグルトだったら硬い方が好きかな。グリークヨーグルトみたいな感じで固めに作るのにハマってます。やってるんですよね。渋谷の時実家に帰った、帰りましたね。帰っちゃった。
セブンのプリンコスパ最強な気がする。でも高いくない？わかんないけど高い気もしちゃうよね。でも大きいよね。どうなんだろう。あーちゃんが幽霊の方やばいって言った。なんで恥ずかしい。私さどっかめっちゃ遠くに投げちゃったんだよね。あれ面白いね。私あの上に卒業生の子が見てて、方々が見てて、上に投げたんですよ。上に一回投げようとして、でも本当にあとちょっとで届きそうだったのに、本当にあと数センチで届かなかったサインボール。でも多分どっか行ってファンの方が撮ってくれたと思います。なんか公演の MC でさ、まあ、私はいなかったけど、サインボールが売られてる売られてないみたいな話してたじゃないですか。回ってきて売る人いるんですね。売る人いるんですね。しかもそれをみんな買わないで、買っちゃダメだよ。私投げる系のやつ本気でやりたくなっちゃうからさ、この間の豆まきのさ公演の時もさ、すんごい顔で投げてて恥ずかしくなった。ゲームゲーム見て本気すぎて、必死すぎてさ、豆まきのやつ節分のね。なんか生写真とかは、まあ、売られてるのは、まあ、分かるって言ったらあれだっけ。でもなんかサインボールとかってさ、私だったら分かんない、人それぞれですね。誰でももらっても嬉しいって私は思っちゃうけど、人それぞれか。コントロール悪い人爆笑すぎる。そうなんだよ、めがけたところに投げれないんですよ。全部ミスってる。あ、紙テープね、懐かしい。あ、そっか、あかりイベントやってたんだもんね。これどんなやつだったの？私のファンの方は行ったのかな。ちょうどコンサートの次の日とかだ、ん？次の次の日か、2日後とかだったから、みんな行けたのかな。公園がね、かぶってたんだ。ね、会えないかったから
会えてよかったんじゃない？でもコンサート見に来てくれて裏でめっちゃ話したから、結構定期的に会えてるんですよね。あかりも最後関さんだけね、会ってないんだよな。関さんだけ、そう会わないとね。唯一さ、私と関さんがお酒飲める年だったからさ、まあさやかはもう二十歳になったんですけど、だから飲みに行こうって言ってたんだけど行ってないですね。結局さやかとも飲んでないし、あ、嘘、関さんに会ったこの間のライブ見に来てくれてました。すごい忘れてた、ごめんなさい、怒られる、こんなこと言ったら。そうそう、東京のことしか頭いなかったわ。この間の市民会館で見に来てくれてました、関さんとさやかで、今回があかりとさやかだった。危な、そう見に来てくれてました。あったわ、めっちゃ喋った、めっちゃでもないけど喋って感想くれた。ハイライト何使ってるのって終わった瞬間言われた。めっちゃハイライト綺麗だった。市民会館の記憶がもうなかったです。もうちゃんと来てくれてた、本当に同気合いですよね。こうやって見に来てくれて。でもさ、私もし自分が辞めたら同期とかもいないからさ、コンサートとか見に行くのかなとか思っちゃうよね。という間にね、質問コーナーとかあったんだ、いいね、楽しそう。東京のお部屋ね、なんかね、片付けるというよりは片付けてほしいんですけど片付けてほしいんですけど、あのあれなんだっけ、勉強机がまだあるから、本当にあれが処分してほしいんだよね。勉強机がね、その時遠くあのハイトーン誰、嬉しい。で、私髪の毛染めてから見つけやすいって言われるめっちゃ上2階からでも見えたって言われることが多かったです。
やっぱ色は明るいと見つけやすいのかな。意外とみんな褒めてくれるんですよね。優しい、ありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。褒めてくださって。どんな反応されるかなってね、ちょっと不安だったんですけど、研究生配信の時、ゆうちゃんがエミリーに見えた。それもね、メイクさんに言われました。やっぱ髪色で後ろ姿とかね見えるって言われる。なんかさ、ギャルメイクを結構濃くしたんですよ。でもどんなに濃くしてもなんか納得いかなくて、ギャルっぽくなんなくて、やっぱつけまつければよかったのかなとか思ったけど、つけまつけるのは苦手だからつけれなくて。難しかった。だから本当にギャルをギャルの方って本当家出る何時間前からメイクしてるんだろうって尊敬しちゃう。あんなに多分めっちゃ時間かけてるよ毎日。私でさえさ、まあ、1時間ちょっとぐらいはかかるんですよ。めっちゃ丁寧にメイクしたらね。だからもっとかかってるって思ったらさ、本当になんかかっこいいよね。やばいあれすごいよね。だってこの目が涙袋が濃くなったしたら、ここぐらいまでこう線を涙袋こうやって描いて、ここまで目ですよみたいな感じにしてるから。でも本当に描いたら目でかく見えたから、メイクってすごいよね。でも黒くやってみたい。私もいつか、本当いつかでいい本当いつかでいい。黒くやってみたい。ね、あきちゃんもやばいあの写真撮りに行くじゃないですか。プリクラ撮りに行くの。あれマークイズで撮ったんですけど、プリクラマークイズだよね、あれ。うん、マークイズで撮ったんですけど、その事務所から歩いていくじゃないですか。もう本当にさ、恥ずかしくて恥ずかしくて、自分もだけど、そのなんか3人で歩いてる姿が恥ずかしくてさ、本当に学生の人とかにもめっちゃなんかすごい目で見られた。みたいなでもそりゃそうだよなと思って。隣には金髪がいて、隣には帽子かぶってる人がいて、ヒョウ柄のコート着てる人が歩いて、すごいよ。
マークイズだよ。しかも多分そのしゅなんていうの時間帯でこう分けていってるから、まあセットでね。だからそんな面白いよね。何人もの違うギャルたちが1時間ごとに交代して同じプリクラキーで写真撮ってると思ったら、普通に歩いてたよ。ちゃんとプリクラ機で撮りに行ったんですよ。でこのポーズを全て撮るっていう。でこれが全部撮った中で良かったものを1枚使うっていう。私チャリできたっていうの知らなくてさ、愛知とさあのあきちゃんしは知っててさ、チャリで来たって本当に初見だったんだよね私。でもなんか有名なの。二人ともねファンの方だったら絶対知ってる世代だからって言ってても、私はもう他全然知らなかった。そうなんだ、有名なんだ。面白い女だって。そんな有名なの？私本当に知らない。みんなが知ってるならいいかって言ってチャリで来たりした。知らないことたくさんですね。デコレーションも自分たちでやって、どの写真使うかとか、あとそのこう真ん中からセンターから3人組2人組で出てくるときに、ちょっと自由な時間があるんですけど踊って、そういう踊りとか何のポーズするかとかも全部自分たちで考えてやりましたね。渋谷でやるとは思わないよね。まさかだよね。私もギリギリのギリギリまでさ、なんでギャルなんだろうって思ったら、あ、渋谷でってということで、なんでギャルなんだろうなと。知ってた？私の衣装にねさくらんぼがついてたんです。かわいいでしょ。あれは衣装さんがつけてくださいました。さくらんぼはひっそりとついてるんですよ。斜め描きしてた。みんなかわいかったよねギャル。本当にみんな似合っててかわいかった。個性豊かで。友達も見に来てくれてさ、よかったよって言ってくれましたね。なかなかね来る機会ないからね東京。
友達には神様やること言ってなくて、そう見てわーって言って、よかったよって言ってくれて、 お母さんにもお母さんにだけはあの髪を染めたことしか言ってなかった。なんで染めたかは言ってなくて、染めたよって言って写真送って、でギャルじゃんって LINE 来た時に、よっしゃって思いました慣れてると思って、なんで染めたよとは言ってなくて、何も言わずにめっちゃギャルじゃんって LINE が来て、よっしゃってなりました。その言葉を待ってたって言ってそう、狙い通り、やったーって思った。お姉ちゃんにも言ってなかった。だから会った時に明るって言った。明るいねってでしょーって。いいでしょうって、お姉ちゃんは何も言わなかったね。明るーって言われた。私は何分から始めましたか。お、すごい、言う前に教えてくれて、すごい。お父さんは、あ、明るいねって感じだった。いいやんみたいな。まあ暗い方が好きな方には申し訳ないですけど、まあ髪なんで一生これでいますって言ってるわけじゃないので、私は。抹茶飲んでないんだ。飲みたい。寝てて前半見逃した。いいよ全然。30分から21時40分から始めたのか。じゃあ1時間しますね。ショートね、ショートもしてみたい。生きてるうちに、人生、自分の長い人生の生きてるうちにショートもしてみたいですね。いろんな色も試してみたいですね。やりたいことをやっていきたいです。確かに髪が傷んだら切ってもいいかも。ゆるちゃんとお添いにしてる化粧品見せてる。何それ、そんなことやってるの。かわいいの。そんなお揃いの化粧品あったっけ何だったっけ。
ダンスをやってみたいかも。ダンスを、え、私絶対、うわ、どうだろう。やってみたい。あ、清一さんがさ、マジ似合いすぎててさ、写真撮ればよかったと思って、写真撮るの忘れちゃったんですよね。めっちゃ似合ってた。っていうかなんか本当に、普通にかっこよかったよね。てか似合うのがすごい。ああ、奇跡は間に合わない？やったんだね。本当にかっこよくてさ、すごいなと思って。あれが似合うのが、素晴らしい。なんかもう面白いとかじゃなくて、かん、なんかすごいすっごーってなった。なんか似合いすぎてて感心しちゃった。こういうとこあーじゃないすごーって。おもろいよね。コンサートでやるのが面白いよね。ダンスをやる機会ね、ないよね。ないよね。マシが確かにできるじゃん。 YouTube ちょっとプライベートでやるのはさ、さすがにちょっとなんか恥ずかしいというか寂しいから、なんかなんかでやりたいよね。プライベートでやるのやばくない？ちょっとさすがにやばいよね。ハロウィン、ハロウィンとかよくない？ハロウィンいいじゃん。ハロウィンでやろうかな。ハロウィンのマシュガでハロウィン企画みたいなやつでさ、使っていい自分で決めてるけど、そんなうちらが決める権利はないんですけど、マシュガの企画を。なかなか難しいんですよね、やりたい企画ってできないんですよ、いろいろあって。あと3分。意外と1時間やっちゃった。手の指、私もここの親指曲がるの、めっちゃ小さい子と、ここもくっつく。でもこれはみんなできんのかな。でもこっちはできない、こっちもできない。ここはつく気が。
親指も曲がる。ラジオでダンスをやっても有意義なのないよ。今日もう鳴らない鳴らしちゃったかもしれない。この壁に、これが壁だとしたらこうやってやって関節鳴らすの好きなんですけど、まあ良くないよね、鳴らしたらダメなんだよね。小さい頃から言われてた、指太くなるよそれって、絶対やめなさいって。足も組むなって言われてたし、でも全然組んじゃうよね足。でもダメなんだよね足組んだら、組んじゃう。ちょっと本当に太くなるのかな指、鳴らして鳴らし続けたら。なんで指って鳴らしちゃうんだろうね、よくないよね。ランキング読もうかな。13位ガオさん、12位サホちゃん、11位ニョロさん、10位カナピちゃん、9位キキちゃんさん、8位グリくんさん、7位ひなカレンにひなとを語る指示になりたくてさん、6位ニコラスさん、5位シマシャキさん、4位シュントロウさん、3位ハマピーさん、2位テルさん、1位原始人さん、ありがとうございました。明日は公演なので公演よろしくお願いします。では終わります。